You have more ability to store information in a human brain than you do in over 2,000 home computers. Unbelievable. 今聞いた言葉、信じられますか？人間の脳は PC2000 台に匹敵する。そんな途方もない容量を秘めています。しかし同時に、それほど高度にチューニングされた脳だからこそ、脆さも抱えている。性能と引き換えに予備が少ないのです。冒頭の引用が物語るように、私たちの脳は驚異的なポテンシャルを備えながらも、ケアを誤れば簡単に性能を落としてしまう。30年先まで衰えない学習法なんて本当にあるのか。そう思ったあなたへ、今日はその答えを探る旅にお連れします。タイトルにもある通り、人間の脳は PC2000 台分。もしその凄まじい脳を30年後までさえ渡らせておけるとしたら、あなたはどう活用しますか？この動画では、アルツハイマー研究の権威、ドクター・ブレデセンの知見から、脳を老いから守り、超人的な記憶力を維持するヒントを紐解いていきます。実はこの先、あなたの脳を劇的に鍛えるある、記憶術フォーミュラも登場します。それが何か、ぜひ最後までお楽しみに。今は静かに物語に耳を傾けてください。伏線は一本、しっかりと張りました。後半で回収しましょう。では始めます。あなた自身の脳の物語です。There's not a single patient who has had their Alzheimer's reversed by targeting only their beta amyloid. Is that a fair statement? あなたがもし中年になって物忘れが増え始めたとしましょう。財布の置き場所が思い出せない。知人の名前が出てこない。不安になって病院に行くと、医者から投げかけられるのはわずか15分の診察と1種類の新薬の処方だけ。これで様子を見ましょう。それだけです。胸がざわつきます。本当にそれで大丈夫なのか。ドクター・ブレデセンもまさに同じ疑問を抱きました。彼は神経内科医として数多くの認知症患者と向き合う中で、現代医療の常識に苦悩していたのです。この引用が示す通り、これまで原因物質だけを叩けば認知症は治るという単純なアプローチでは、誰一人としてアルツハイマー病を治せていない。それどころか、そうした単剤の新薬はせいぜい進行を少し遅らせる程度で、記憶を取り戻す決め手にはなっていません。現に、巨大製薬会社がこぞって開発した抗アミロイド薬は次々と市場に出ていますが、それで劇的に記憶が蘇ったという話は聞こえてこない。患者本人も家族も藁にもすがる思いで治療を受けているのに、結果は緩やかな下り坂が続くだけ。この現実にあなたならどう感じるでしょう。まだ打つ手はないのかと絶望するでしょうか。それとも別の道を模索したくなるでしょうか。Whatever drug it takes, fine. Whatever it is that gets you the best outcomes. And to date, the best outcomes unquestionably have been with just what you said, this multi-targeted approach where you're finding. And what's interesting is, you know, David, different people have Alzheimer's for different reasons. So for some people, wait, it's wait, sleep wait, wait. apnea. Different people have Alzheimer's for different reasons? 停滞感を破るヒントは皮肉にも常識の真逆にありました。ドクター・ブレデセンは研究の末、記憶を奪う犯人は一人ではなく多数の共犯者だと突き止めたのです。この発言が語るように、アルツハイマー発症の原因は人それぞれで、だから対処も一つでは足りない。例えばある患者は睡眠時無呼吸で脳が慢性的な酸素不足に陥り、それが引き金となって記憶力が低下していました。別の人はビタミン B12 欠乏や虫歯菌の慢性感染、ある人は遺伝子 APOE4 がリスクを高め、原因は様々です。ブレデセン医師はそれら複数の要因全てに同時に働きかける治療法を編み出しました。栄養、運動、睡眠、腸内環境、口腔ケア、ホルモン補充、必要なら薬も、いわば総力戦です。その結果は驚くべきものでした。彼の患者たちの中には10年前から認知機能が改善したまま維持できている人たちがいます。脳の MRI 画像にさえ改善が映し出されたケースも報告されました。アルツハイマー病は予防できるし、場合によっては回復も可能だ。従来は夢物語だと言われた主張が現実になりつつあるのです。もちろん全員が劇的に良くなるわけではありませんが、少なくとも進行を止めたり遅らせたりすることは十分できる。記憶を奪う謎の病に対し、初めて反撃の糸口が見えてきたのです。もしあなた自身や大切な人の物忘れが生活習慣や体の不調から来ているとしたら、あなたはそれらを一つ残らず潰してみようと思いませんか。根本原因に総がかりで挑むこのアプローチ、あなたなら試してみたいと思うでしょうか。
But here's the fascinating thing. The majority of the organisms that were found in the normal brain microbiome were, guess what, oral microbiota. So it is, your oral microbiome is reflected in the mirror of your brain. And that is a scary thought. 目に見えない敵はすぐ身近なところから静かに忍び寄ります。歯と歯茎の間、そこが脳への侵入口になるなんて想像したことがありますか？ドクター・ブレデセンたちの研究チームは亡くなった人の脳を調べて驚きました。脳内には本来存在しないはずの細菌がうじゃうじゃいたのです。その多くが口の中の菌でした。虫歯や歯周病の原因菌が血流や神経を伝って脳に達し、長年かけて静かに炎症を起こす、まるで誰にも気づかれずに城壁を破る小さな侵略者です。実際アルツハイマー型認知症の患者の脳からは歯周病菌 P. ジンジバリスや高効トレポネーマなどが高頻度で見つかっています。これらの菌が脳に住み着くと、脳の免疫細胞マイクログリアが興奮しっぱなしになり、結果として大事なシナプス、神経のつながりまで焼き払ってしまうのです。まさに見えない敵が内部から記憶を蝕んでいく構図、恐ろしくありませんか？裏を返せば、毎日の歯磨き一本でこの恐ろしい敵の侵入を防げるかもしれないのです。寝る前にたった数分フロスを通すかどうかが30年後のあなたの物忘れに影響するかもしれない。そう考えると、今夜あなたはどんな気持ちで歯ブラシを手に取るでしょうか？ここまでで浮かび上がったポイントを一旦整理しましょう。まず第一に、薬一つに頼るだけでは記憶力低下の根本解決にならないという現実。一の苦悩で見たように、単一の治療ではアルツハイマーは止められませんでした。第二に、記憶を救う鍵は多方面にアプローチすること。二の発見では、生活習慣から感染症まで網羅的に対策することで初めて脳機能が蘇る可能性を見ました。そして第三に、見過ごしがちな習慣が脳を守る決め手になること。3の見えない敵で触れたように、毎晩の歯磨きやフロスといった地味な行為が実は脳への細菌侵入を防ぐ盾になり得ます。どれも今日から意識できるポイントでしたね。 Focus and optimize those six things you do better. And of course our goal in the new book is to make it so that we can allhave a brain span that is long as our lifespan. If you're going to live to 99 or 100 or whatever, you don't want your brain to stop at 60 or 70. You want it to be there just as long as you are. So I often tell the... そう、人生100年なら脳も100年現役でいてほしい。誰だって、せっかく肉体が長生きしても頭がボケてしまったら悲しいですよね。この引用はまさにそれをついてきます。では脳を100年保たせるには何が必要なのか。ここからが核心です。後半では脳を老いから守り抜くための具体策、そして誰もが試せる究極の記憶術についてお話ししましょう。 To brain function. So if you take those six things and you optimize those, you can get rid of, you know, early changes that would have become Alzheimer's. This is why I've been so excited about the new blood tests.Because you can now see things coming for the first time, and you can make sure that you never get dementia. ドクター・ブレデセンは脳を守るための6つの必勝法を提唱しています。それはまるで6つの栄養素が欠かせないレシピのようなもの。一つでも欠ければ、せっかくの大脳という料理は台無しになってしまうのです。その6つとは何でしょうか？順に挙げてみます。まずエネルギー。脳には絶えず酸素とブドウ糖、あるいはケトン体の豊富な供給が必要です。血流を良くし、ミトコンドリアを元気に保つ、いわば脳のエンジンにガソリンを満たすこと。次に炎症を抑えること。感染症や腸内環境の乱れ、慢性的なストレスから来る炎は放置するとシナプスを焼き尽くします。3つ目は毒素を遠ざけること。水銀、カビ、大気汚染、脳にとっての毒は身の回りに潜んでいます。これをデトックスしなければ神経はじわじわ蝕まれてしまう。そして後半の3つも欠かせません。成長因子、栄養、ホルモンも十分に行き渡らせること。ビタミン D や B12、 エストロゲンやプロゲステロンといったホルモンが不足すると脳の神経成長ホルモンが減り、神経ネットワークは縮んでしまいます。5つ目は神経伝達物質の維持。アセチルコリンやドーパミンなどの脳内物質が不足すれば、どんな高性能 CPU、 つまり脳も回路が断線したように機能しません。最後にストレス管理。慢性的なストレスは脳を物理的に萎縮させ、記憶を司る海馬を縮めてしまいます。適度な緊張はスパイスになりますが、
長期間続くストレスは脳細胞にとって毒です。以上6つ。エネルギー、炎症、毒素、成長因子、伝達物質、ストレス。これら全てに目を配り、バランスよく最適化することが脳を長持ちさせる処方箋です。難しそうに聞こえますか？でも実は、日々の生活習慣を少しずつ見直せば誰でも達成できることばかりです。例えば食事で血糖値の急上昇を避け、適度に運動して血の巡りを良くする、歯磨きや腸活で体内の炎症源を断つ、環境に気をつけ、睡眠をしっかりとってストレスをリセットする。どれも小さな積み重ねですが、確実に脳を守る盾となります。実際ブレデセン医師の患者でも、食事と睡眠を改善し、不足していたビタミンとホルモンを補っただけで記憶テストのスコアが向上した高齢者がいます。あなたはこの6つのうちどれからまず見直してみたいと思いますか？おそらくご自身の弱点が何か感じているのではないでしょうか。When we put human Alzheimer genes into fruit flies, guess what? They didn't get Alzheimer's. They got ADHD. なんとも奇妙で衝撃的な実験結果です。一体どういうことでしょう？実はこの研究、アルツハイマー病のモデル生物を作ろうとして行われたものでした。しかし蓋を開けてみれば、記憶障害どころかハエはじっとしていられない注意欠如の状態になったというのです。アルツハイマーと ADHD、 一見無関係に思える2つの脳の問題が思わぬ形で結びついた瞬間でした。この事実が示唆するのは、脳の不調は人生のごく早い段階から連鎖しているかもしれないということです。ドクター・ブレデセンは言います。アルツハイマー病はシニア世代の病ではなく、20代、30代、40代から静かに進行し、何十年もかけて表面化する一生涯の病なのだと。注意力の問題も記憶力の低下も全て同じ脳の裏表なのかもしれません。だからこそ、脳は一生鍛え続けられるという発想が生まれます。年齢に関係なく、今この瞬間から脳を強くしていくことができるのです。ではそのための究極の方法とは何でしょう？実は人類は古来より様々な記憶術を生み出してきました。中でも有名なのが記憶の宮殿、メソッド・オブ・ロキというテクニックです。聞いたことがあるでしょうか？簡単に言えば、頭の中に一つの宮殿、馴染み深い建物や街並みを思い描き、そこに覚えたい情報を次々と置いていく方法です。例えば買い物リストを覚えるなら、自分の家の玄関を開け、牛乳を靴箱の上に置くイメージをします。廊下を進みながら卵が床に転がっているのを想像し、リビングには巨大なパンがソファーにドンと座っている。そんな風に覚えたいものを次々にバカバカしいほど派手なイメージに変えて家中に配置していくのです。すると不思議なことに、後でその家を思い浮かべるだけで置いたものが手に取るように思い出せます。古代ギリシャの雄弁家たちが長大な演説を暗記するために使ったという伝統的な記憶法で、現代でも世界記憶力選手権のチャンピオンたちが活用しています。すごいですよね。私たちの脳には PC2000 台分のハードディスクがあるのだから、記憶の宮殿はその取扱説明書のようなものかもしれません。こうした記憶術を駆使しつつ、同時にブレデセン医師の提唱するライフスタイルを実践すれば鬼に金棒、年齢なんて関係なく一生錆びつかない脳でいられるでしょう。もし本当に30年後も冴え渡る脳を手に入れられるとしたら、あなたはその能力を使って何を成し遂げたいですか？想像してみてください。そしてよかったらコメントで教えてくださいね。最後に、今日の話で覚えておくべきことは2つだけに絞りましょう。1つ、脳の運命は日々の選択によって形作られる。良い食事、良い眠り、そして良い習慣、あなたの毎日の積み重ねが未来の記憶力を左右します。2つ、認知症は宿命ではない。予防できるし、適切に対処すれば回復さえ望める。記憶力の低下は加齢とともに当たり前ではありません。正しいアプローチで脳は何歳からでも鍛え直せるのです。では具体的に何をすればいいのでしょう？まずは今から24時間以内にたった一つ実践してみてください。おすすめは、今日覚えたいことを記憶の宮殿メソッドで暗記してみること。例えば明日のトゥードゥーリストや買い物リスト、覚えたい英単語が5つあるなら、自分の家や通勤路を舞台に見立てて一つ一つを派手なイメージに変えて配置してみます。翌朝それらがスラスラ思い出せたら大成功です。あるいは今夜ベッドに入る前、いつもより丁寧にフロスまでして歯を磨いてみるのも良いでしょう。脳のための歯磨きなんて少しおかしな感じですが、その小さな積み重ねが未来の自分の記憶を守ってくれるのです。どんな一歩でも構いません。ぜひ今日から
あなたの脳が喜ぶ習慣を始めてみてください。あなたの脳はきっとそれに応えてくれるはずです。